はい、えー、皆さんこんにちは取材する YouTuber こと入足通信者の須田慎一郎ですはい、えー、今日はですね、えー、本来だったらですねどうなんでしょうね、えー、私としてはまさ、あ、ほどですね、えー、その深い背景があるわけでもないね、えー、何か大きな問題があるわけでもないということで一旦スルーしようかなね。この問題についてはね、えー、取り上げるのはやめようかななんていうふうにもですね、えー、思っていたんですけれども ちょっといろいろとです、ね、情報提供等々がありましてです、ね、もう取り上げざるを得ない私のお尻に火がついたような形で取り上げざるを得ないというようなです、ね、テーマを今日はです、ね、展開していきたいと思います、えー、それは一体何なのかというとちょっと遅いタイミングになってしまったんですが今更ながらという、ね、感覚もないわけじゃないんですけれども「その後のマスカル石」という、ねえー、こんなタイトルで、えー、今日はお送りさせていただきたいなと思うんですが。 あのもう8月ないし9月にはですねえ内閣改造党役員人事ということがですねまああの水面下でそじょに上っておりますしえまあ永田町ではですね非常に大きく注目を集めているわけなんですけれどもあの内閣改造といいますとねやっぱりその狙い目的といいますとあのやはり内閣支持率のアップ浮上というところにえあるんだろうと思うんですけれどもかねてからですね昔から 3つのポイント、3つの施策があると言われております。1点目、これは何かというとですね、このフレッシュな人材の投与ですね、つまり当選回数の低い若手の投用というね、えー、精神なこうイメージをですね、出していくというところ、これ1点目、ね で2点目、えー、これはです、ね、民間人の登用ですね、まあ、よく、ね、ありがちな政治家だけではなくてです、ね、民間人を登用して、ね、これ、フレッシュさを出す、ね、なんかこう、改革的なイメージを出すみたいなね、えー、ところで民間人の登用、これ、2つ目にあるんですよ。で、3つ目、これ、何かというと、女性の登用ですね、えー、女性を大臣として登用、えー、するというやり方。まあ これもちょっと使い古された、ねえー、手ではあるんですけどもそうは言ってもですね華やかな女性が大事にバーンと突き出すとなると支持率がアップするというようなパターンがこれまでも何回か見られてきた最終的にはその女性の登用というのがあるんですけれどもそういった中で。 この問題さえ出なければ、えー、パリ研修旅行のね、ッフェルトポーズさえ出なければそれを SNS にアップさえしなければです、ね、どうも聞いてみるとです、ね、このマスカー・ルイ氏がです、ねえー、入閣有力候補だったという話がです、ねえー、官邸周辺から入ってきましたとは言ってもここに書いてある通り、り泡と聞けました。 ねまあ、今回の一件の騒動で、えー、まあ松川るい氏のです、ね、入閣は泡と消えたもう岸田さんもいいよという、ねえー、状況になったというふうに、えー、私にはです、ね、そういう情報提供が来ました。ねまあ、とはいってもです、ね、あのパリ研修旅行フランス研修旅行でだけではなくて今日の大きなテーマ、今日の本題なんですけれどももう次から次へと。 次から次へとこっちもあっちもこっちもあっちもさまざ、あ、まなです、ねえー、松川るい氏に関する習文というのが、えー、飛び出してくる、まあ、それが一つ一つね習慣しだになるとかねあるいはなんかこう報道されるとかっていう形ではないけれどもえそんなこともあったのえこんなこともあったのみたいなね今状況で、えーまあ、水面下ではですねその松川るい氏の炎上というのが とどまるところを知りません。で、ね、え、七夕町ではですね。益川類似にまつわる、えー、話題で噂で持ちきりということなんですが。 今日はいくつかのですねそういった噂というかですねえ、終文についてご紹介させていただきたいなとそういった意味で言うと今日は三面記事的な展開になっていくということになるんだろうと思いますまあ面白おかしく伝えるっていう話でもないんですけどねそういうテイストもちょっとおりまぜながらお話をさせていただきたいなと思いますただですね一点申し上げておきたいのは最近松川瑠一の許せないことがあったんですよそれは一体どういうことかというとですね先週のことですね先輩議員 議員が松川るい氏とかですねまあそこそこ仲良くしている先輩議員がですね松川るい氏のところに基にですね電話連絡を入れたんだそうですえ注意を促すための電話を入れたんだそうですえそれ一体どういう注意なのかというとまあ今回のですねフランス研修旅行で多大なる迷惑を被っているえ議員さんなどがたくさんいるんだから少なくともですねえ関係閣議に対してはまあお詫びした方がいいよこういうふういふに言ったそうなんですよ。 というのはどういうことかというとですねいよいよ日本もですねお盆休みまあお盆休みっていうのはですねここに核休暇が出てくるっていうのは日本特有の事情ですよね、えー、諸外国ではまあ普通にですねビジネスが行われている政治が行われているというところにあるわけなんですが、まあ、この間を利用しましてね、えー、外遊に行く海外研修に行くというです、ね、国会員まあ国会議員だけじゃないですね地方議員県会議員市会議員などもかなりたくさんいるんですよ。 まあえー、このです、ねえー、お盆休みを控えてお盆休みを利用してです、ねえー、そういった研修、外遊に出かけようとし,ようとしていた、えーまあ、言ってみれば公的な形で公的資金を使う形で、まあ、補助をしてもらう形で出かけようとしている人たちがです、ね、今、パニック状態に陥っていまいす。 ね、大丈夫かな今このタイミングで言って何かを批判を集めないか有権者からね、えー、批判が怖いだろうかということで今パニック状態に陥っていてちょっとそれを見送ろうじゃないか行くのをやめようじゃないかみたいな話にもなってきているんだそうですよあのマ松川類の野郎みたいなね、えー、ことを言っている議員もたくさんいるというふうに聞いておりますそういった状況の中でやっぱりね、えー、ほっぽりしにしないでやっぱりそういったところに対してですねいやこの度は大変ご迷惑かけました私のね、えー、制度で、ね 先生にご迷惑をかけましたというお詫びぐらいしたらどうか、ね、つまりその先輩議員が電話連絡を入れるまでには全くそういった連絡 まあ、上着は行をすべきだとは言いませんよ。まあ、少なくともですね、関係各所にはですね、えー、そういったですね、取材であるとか、状況説明であるとかは、やっぱり大人だったら必要だと思うんですよ。一切そういうことをやってなかったんで、まあ、松川るい氏のことを慮って、ええー、そういう電話連絡を入れたんです,そうです。じゃあ、それに対して松川るい氏はどう返してたのかというところは問題なんですよ。なんと言ったのか、びっくりしますよ。これはね、なんと言ったのかというと、そのままの言葉をお伝えすると、え。 どうしてですか。なんで私がそんなことをしなくてはいけないんですか。私は今私のことで忙しいんですよ。そんなことやってる暇はありませんと言って電話は切られたそうなんですよ。えそんな人だったのということなんですけども、えー、ねマスカー氏のことをですね考えて電話をした、えー、そういう議員先生もカンカンなって怒っています。まあそれはそうですよね。あなたのために言ってるのになんで逆切れしなされなきゃいけないのか。 ということなんですけども、まあ、そういったことがですね、まあ、随所にいろんな話が聞こえてきましたね。で、また、安倍側近議員からこれ聞いた話なんですけど、その安倍側近議員も怒ってんですよ。まあ、もちろん清和会所属の議員ですよ。松川るいしというのは、で、こんなことがあったんだそうです。先の自民党の総裁選の時のことですね。で、その時にですね、高市早苗大臣が総裁選に出馬した。これは皆さん方もご存知だと思いますけども、で、その高市早苗さんが出馬したその背景に。 自分が所属する派閥のトップが全面的なバックアップをしているつまり安倍晋三さんが、亡くなられた安倍晋三さんが高市さんのバックについて全面的なバックアップをしているということに気が付いた松川るい氏は選対、ね、本部長人生の選対本部長を務めていた木内稔代、ね、議士のところに連絡を取ってきて私も高市さんのために全面的に頑張ります、ね、何でもいいから仕事をください。 そういうことでしたらぜ,、えー、ぜひやっていただきたいということで、えー、いくつかの仕事をお願いしたそういう経緯があったんだそうですつまり、えー、先の総裁選においては松川るい氏は高市早苗さんについたんですよところがですよところがですよ昨年7月に安倍さんが亡くなった以降、えー、松川るい氏はなんと公言してはばからないのか。 と言うとですね。まあ、これを性格を期すためにですね、えー、ちょっとね話を聞いた人から送られてきた。ちょっとメールを読みながら、えー、お話をさせていただきますね。尊敬する外務省の先輩まあ、松川隆一も、えー、外務官僚ですからね。元外務官僚ですから、尊敬する外務省の先輩。 田中元アジア太平洋州局長ですよね小泉訪朝に際して北朝鮮サイドのミスター x 氏とですねパイプを通じて吉見を通じてですね小泉訪朝を実現しそして日朝平安宣言に結びつけたとされる影の功労者田中仁元局長でこの方が尊敬する大先輩。 ね、そして次耳を疑いますよ,耳疑いますよ何かっていうと尊敬する政治家林芳正さんみたいねでいろんなところでそういう言い方をしてるんだそうですねでそれ一体何を意味するのかというとまあ林芳正さんの場合わかりますよねよく分かりますよね同じ山口を選挙自慢とする安倍さんと林芳正さんはまあ誤解を恐れず言うならば権限の中 という、ね、状況にあるわけなんですよこれは別に、えー、安倍晋三さんと林義政さんの個人的な関係だけではなくて安倍家と林家の、えーね、従来からのずっと根深い対立があって、えー、この両者の対立があるつまり不グ大転の敵というのが安倍さんにとって、えー、そういった敵であるのが林義政さん安倍さんが亡くなった後その手のひらを介して尊敬する先輩尊敬する政治家といってはばからない松川るい師何者だと。 加えてそれだけじゃありませんよ田中仁志といえばですね当時小泉法長,法長寺においてですね安倍晋三さんは官房副長官もちろん同行しましたそしてですね拉致被害者を取り戻すために田中仁志さんと大バトルを繰り広げたというのはよく知られた話なんですよ安倍さんははっきり申し上げて田中仁志さんに対して相当根深い不信感を持っていて嫌いなね外務官僚ということになっておりましたからそのことを知ってるのか知ってないのか分かりま なないけれども松川るい氏は尊敬する先輩ねえー、田中仁というふうな言い方を言ってはばからない。 安倍さんが亡くなられたら手のひらを返すのかというのが要するに安倍さんを取り巻く人たちの今素直な感想というか松川瑠偉氏に向けている不審の視線なんです、ね、目線ななんんでですすねね目、まあ、そういった点でいうと先ほど申し上げたように今回です、ね、内閣改造において大臣として松川瑠偉氏の入閣が取り沙汰されていたというのも岸田派の大番党林芳正さんあるいは岸田さんの覚えも入れたい田中仁元局長こういった人たちを持ち上げることによって良官運動をしてきたと。 ね、安倍さんが亡くなったあと、だってかつては高市さんの側に立って総裁選を戦ったわけですよ、ね、えその相手はえ岸田さんですよ、そして安倍さんが亡くなった時に、えーね、敵に乗り換える、ね、高市さんから岸田さんに乗り換える、で橋芳正さん、田中均さん、こんなを、ね、人物が信用できるんですか、だからそこにもう書いたのここにがそこにある、人間性に問題あり、ありとは言いませんよ、ね、クエスチョンマークですよ、 人間性に問題あれなんじゃないかっていうのがもう今永田町界隈でどんどこどんどこ出てきているというのが実情なんですね。 でしかもです、ね、まあ、こんな話もご紹介しておきましょうね、それはどういうことかというとです、ね、この松川瑠一さんは外務省時代にです、ね、国際機関第1課総務班というところに勤務していたわけなんですね、でそしてです、ね、当時の,この課のです、ね、課長からです、ね、出席ですね、これ、ナンバー2総務班長ナンバー3からです、ね、無断欠勤や。 遅刻を繰り返し繰り返し何度も注意されていたで、なんでそんな無断欠勤とか遅刻を頻繁に繰り返していたのかねえ、時間管理にずさんなのか とといいううこでではないようなんですよよんすそれを認める人多いんですけれども、あのーえー、松川るいさんの旦那さんっていうと、えー、外務省の、えー、国際情報統括官局長級、えー、の方なんですが、まあ、ここに実名書け,、ま、けましたけどね、えー、この方が、えーまああのーね、今の旦那さんでは会うんですけども当時付き合っていたのが旦那さんじゃないんですよ。当時旦那さんと付き合ってなくてですねまあこれはどうしようかな。 あの実名を上げるのもね相手もいらっしゃることですからやめときますけれども、ねえー、当時ですねバリバリの、えー、経産省の官僚と、えー、キャリア官僚とお付き合いしてました、ね、SY さんこういう言い方じゃないか SY さんと、えー、親密な付き合いをしていて、ね、でそして2人でどっか行っちゃうですね無断欠勤をする遅刻をすると。 というところで何でこんな無断欠勤を繰り返すのが遅刻を繰り返すのかというとちょっと男にのめり込んでた、ね、でしかもですよ当時の外務省を上層部をカンカンだった怒らしたのはですね無断で海外行っちゃったんですってこの SY さんとね海外旅行ですよ観光旅行ですよ今に通じるこのパリ旅行みたいなところをやったわけですよ。 まあパリへ行ったというわけじゃないでしょうけれどもなんかね、えー、ここで話が元に戻ってきて全部この、ね、リンケージは、えー、リングは、ね、完成するんですけれどもなんかこうパリはね SY さんとの思い出の場所らしいんですよこのパリっていうのは。ねえー、だからパリ選んだわけじゃないと思いますよだからエッフェルトの前でポーズやったわけじゃないと思いますよ。とはいってもですね、あのー、女性にとって昔の恋人と訪れたそのパリの街並み。 私だったら忘れられない場所だななんてふうに思うんですけれどもまあね今回のですね「パリといえば」みたいなところで出てきたのがこの SY さんに関するロマンスだったということなんですねまあこういったところで話にオチがついたところでねパリ研修旅行のパリという街は花の都パリは思い出の場所だったというところでオチがついたところでえ今日のご報告は終わりにさせていただきたいと思います。今日はですね最後まままでごご視聴いいたただきししてどううもありがとうございました 総括は進んでいるんででいいるしょうかいや全くしてないと思うな、えー、嫌な議論したくないんでしょうね何も学んでないような気がするんですよねコロナの話はもう総括じゃないけども全て今回でまとめようというそしてまた新たに前進んでいこうという感じになります情報に振り回される人っていうのがすごく分かりやすく見えて今回のコロナに関して「お前裏切り者!」ってすっごい私、えー、<ー>医療崩壊しちゃったじゃないですか 感染しても病院が見てくれない病院に入らないまま亡くなっていく人が続出にしたでしょ日本の医療体制ってこんなに脆弱だったの次来る新興感染症のためにその日本橋自身できた先にどういった戦略をやっていくのかっていうところはこれからかな問題は自衛隊入ってないんですよ入ってないっていうところで安全保障の意識が欠落しているうん、うん、結局有識者会なんですよね